はい、こんにちは、たまらです。今日はね、トロアと迫力ある記念写真を撮る方法ということを、動画にしました。修学旅行に来たね、中学生の皆さん必見ですから、楽しい思い出作りをということで、今回提供いたします。まずはですね、見本から見てもらいますね。上野動物公園なんですけどね、地方からの中学生の修学旅行の子たちがよく来るんですけども、これがね、いい撮影スポットなんですけれども、これ知らないですとみんな過ぎてっちゃうんで、もったいないなと思って、まあ今回こんな感じで虎が湖に近づいてくるんですよ。しかも背後に、虎がいて、そして子供たちがね、前でピースとかねするシーンですね。これ上野公園です。屋根のある場所にまず来ますね。で、友達をね、ガラスのね、左側の方に座らせます。で、撮影者はなるべく離れて、虎と目を合わさないようにする。で、虎はね、背後を狙ってきますから、で、後ろを見てはいけません。目を合わさない方がいいんです。背中を襲いたいので。で、友達はね、その時こちらを向いてにっこりピースと。で、虎は後ろからドーンと近づいてきて、わーっと襲いかかってくるような感じになりますけどね。これがね、すごく迫力あっていいんですよ。で、虎はね、この子が最高です。で、メスのマニスっていう子でね、で、特徴はどこであるかっていうと、ちょっと寄ってきますけども、左目にね、稲妻がね、走ってるんですよ。これがね、彼女の特徴でね、彼女に、会えたら、まあ、ラッキーだったなって思ってくれればいいんですけどね、ちょっと何頭かね、違う虎がいるんで、全くちょっと無視するのもいるんですよね。この子はね、すごくね、もう頻繁にね、ガンガン来てくれるんで、撮影には最高の虎さんですね。どうしたんだろう、今日ってるんですか、それともいつも同じ。いや、普段あっちを行ったり来たりやったりって言ってないので。ここはあんまり来ないの。あんまり来ないです。最近なんかね、やるようになってきたんですね。多分これ名物になるんじゃないですか。名物になるんじゃないですか。ねえ、パンダよりもこっちの方が面白い。で、まあもうこの場じゃもうね、パンダより面白いって、ね、言っちゃいけないことを言ってしまったっていう本当はね、マニスとね、あとゴリラの、リキね、この二つがね、実はパンダよりも面白いという、あ、来ましたね。こんな感じですね。あそこに座ると来るんですよ。はい、おしっこしてました。で、今度はですね、私がね、座ってみました。まあ、ちょっと一応ね、後ろ向いて、カメラをね、後ろを撮るような形で、背中をなるべく向けてたんですけど、どっちかっていうとね、女の人の方が、飛びかかっていきやすい雰囲気ですね。ちょっと僕ね、背中広いんでね、ちょっと警戒するのかな。僕はどっちかというとあんまり、成功率は高い方ではないかもしんない。そうでもないかな。うん、まあまあですけどね。ってな感じで、待ってて、来るの待ってるんですけどね。やっぱりね、ちょっとね、いるなっていうのをいろいろ見ながら、向こうもね、観察したりとかしてるんですよね。で、もしね、テレビ局の人ね、この動画見てたらね、ぜひ、取材でも行ってみていただければ、マニスの日にね、座ってくれればね、あんな感じでちょっと、おばちゃんたちにね、座ってもらったんですけどね。おばちゃんの方がやっぱりね、行きやすいんですよね。体小さい人の方がね、まあ、この前でもね、外人のね、巨漢の白人の人、
知らないで座ってていきなりドカッと来てね、もう仰天してましたけど、たまにね美味しそうな体のねおじさんにもね飛びかかってましたね。どっちかっていうとでもねやっぱね多分ね僕が思うには中学生の子たち、それもねあんまり体の大きくない子がそこに座ってピースしながらずっと待ってると来るんじゃないかなって僕は思ってるんですけどね。だから中学生の子たちはねちょっとはしゃいじゃうんでねなかなかあれなんですけど、まあでも本当に、まあ、さっきも言ったけど、まあ、テレビ局の方がね来てね、取材してくれれば非常に面白い題材なんじゃないかなと思ったりもしますね。これ猫のね本当に習性でね背後から狙うっていうのが、うん、まあ、これで如実に分かったっていう感じですね。でマニスの場合あそこぐるーっと回ってくるんですよ。で本当はねおばちゃん後ろ向いちゃいけなかったね。後ろ向いちゃうとダメなんだよね。やっぱりね後ろ向かないでね目合わさないようにして背中を見せる。でこの位置でねずーっと待ってこっち見ましたよね。で来るかなっていう感じで待ってるんですけどね、これはちょっとね忍耐力結構いるんですけどね。でそろそろ後ろの方に来たなっていう感じで、はい狙ってます狙ってます、ほらほらほら来た来た来た、これですよね。これをもし出会えたらそうですね、中学生のねその修学旅行で出会えたらラッキーだったと思って、いい写真撮れると思うので、ぜひ試してください。左に座る、背中で見せる、それから撮影者はちょっと離れると。でマニスの日ですね、その日に出会えたらラッキーな思い出の写真が撮れると思います。